itu jebakan betul. Saa minasan, warming up wa kore de oshimai. Koko kara wa kami e no shinpan no ojikan desu. Naruhodo, souyu koto ka. Humu, dorama no tame no doryoku wo homete ageyou. Demo, boku wa seigi no kami, Focarolus. Sunawachi, seigi no kesshin nan da yo. Seigi sono mono wo sabakou da nante, koutou mukei ni sugiru to wa omowanai kai? Sono kotoba, shinpan e no kyozetsu, to rikai shite kamawanai ka ne?ならば、君には決闘によって名誉を守るチャンスが一度だけ与えられる。神と決闘をするつもりか？どうやら君の決意は固いらしい。Apakah dia akan melawan?あ？フリーナが投降した？そんな水神が人間との決闘で投降するなんて、なんだかちょっと情けなくない？フリーナ様、どういうことですか？しいささか誤解があるようだね。両手を上げるサインは必ずしも投降を意味するわけじゃない。どうせまた言い訳じゃないのか。今回僕が手を挙げたのは決闘などもう必要ない、審判に向き合うと決めたからさ。Bisa gitu dong。今までずっと何かを避けてきたことは認めよう。ポア村長の人々を守ってあげられなくて申し訳ない。僕は審判を受けて叱るべきだ。失望したのは君たちだけじゃない。僕も自分自身に失望している。でも今こそ水神として勇気と決意を見せる時だ。この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。僕が必ず君たちを守ってあげるから。ん？連動に？さあ喜び歓声をあげたまえ。この歌劇場で想像もつかない幻想的な展開があるだろう。フォンテーヌの舞台を色濃く彩る心打つ一幕、神フォカロルスへの審判が間もなく幕を開ける。おお、歴史が動く瞬間を見られそうだわ。はあ、またあいつに主導権が戻ったみたいだな。フリーナのやつ、やむを得ず審判を受けさせられるのに。表現はちょっと大げさだったけど、今回のフリーナはきっと本気なんだよな。それで僕の相手は？ It's me。告発に前に出たまえ。おぶっとらんぐわ。Thank you, your honor. おお、なるほど。いいだろう。君は告発人であり、見届けるものであり、そして僕の運命の相手でもあるということか。We were so close to getting her to tell us the truth.And it still turned out like this in the end. It's okay, Tao. As long as we can defeat Furina in the court, we will still have a chance to figure everything out. Shinpan が始まる前に、一つ聞かせてくれ。僕をここに送り込むために君たちは一体どれほどの準備をしたんだい？それはあの日会議をしてから確
確かにずっといろんな準備をしてきたな。私たちスピナディロースらの任務が一番簡単で、さほど大した準備もしなかった。先に言わせて。スピナディロースらのナビア、今朝歌劇場で騒ぎを起こしたのはほとんどスピナディロースらのメンバーだったのよ。彼らは変装して観客として会場に潜り込んだ。そして機を見計らってあんたを避難するよう民衆を扇動したの。予言の危機を前に民衆の神への不満はたまりにたまってた。導火線さえあれば爆発させるには十分だったよ。私たちが知る限り、ああいう状況に直面したあんたはきっと一人で逃げてこっそりポワ村長に行くはず。だからそこにも別のものを待機させた。あの時の追ってもスピナディロースらのものだったというわけか。あっちにいたスピナディロースらのメンバーたちの目的はあなたを巨大なマジックボックスに入れること、つまりフォンテーヌ史上最高のマジックショーにお招きすることでした。そう、あれは部屋じゃなくてマジックボックス。このマジックは僕が初めて歌劇場で披露したあの移動マジックの超エクストリーム版です。マジックボックスの体積はなんと数十倍、移動距離はポア村長からエリニス島にまで伸び、そして移動させるターゲットも、いや、itu di transpres jauh banget ya。人から神へ。フリーナ様、ありがとう。あなたのご参加がなければこの不思議なマジックを歴史に残すことはできなかったでしょう。どういたしまして。どういたしまして。もちろんこのショーを準備するために僕たちはお父様の援助を得ました。ハウス・オブ・ハースは多くの人員と財力を費やしたのです。場所を選び、巨大なマジックボックスを作り、トンネルを掘り、水路をつなげ、結構忙しくしてたんですよ。ということは、巨大なマジックボックスの中で感じたあの地震も実は部屋が地下を移動していたことに起因するものだったというわけかい？そうだぞ、災害の影響とかじゃなかったんだ。 Sorry about that。 ふん、ならヌビレットとクロリンでの任務は説明してもらうまでもない。ヌビレットは観客を集め舞台を用意し、決闘代理人のクロリンでは決闘の準備をする。舞台に登場した僕をすぐ拒否権なき審判にかけられるように。そうだろ？ああ。ふむ、その勇気をたたえよう、クロリンで。神との決闘を前に一歩も引かないとは、さすが僕の自慢の決闘代理人だ。ありがとうございます。そして旅人、君の任務は僕を見つけ、計画に気づかれないようずっと僕に話しかけて気をそらすことだったんだろ。最後に告発人として僕と対峙するまで。 No。 え？ Was to give you one last chance。 We hope that you share your secret with us。そうかい。どうやら僕は最後のチャンスを逃してしまったようだね。ああ、まあいい。今更言ってもせんないことだ。拒否権なき審判の幕が上がってしまった以上、場をしらけさせる理由はない。最後までやらない理由もない。 Yeah, the only thing we can do now isThat's the Hydro Arc. Still, I cannot help but a little bothered by that conversation earlier. What did Furina want to say to me right before we arrived on the stage?
原告、ここにこんなものがあります。シャルロットという女性から預かったもので、法廷で原告に渡す許可を得ました。審判を進めるのに役立つとのことです。え、シャルロットがオイラたちに？ってことはあいつも来てるんだ。あ、シャルロット、どれどれ、これってこの前あいつが書いてくれた独占インタビューの記事じゃないか。こんなに早く仕上がったのか。待てよ、この記事ってオイラたちがフォンテーヌについてからのいろんな出来事をまとめたんだよな。Tunggu. Maksudnya, semua dokumen dari awal kita masuk Fontaine. この記事は今まで見たり聞いたりしてきたこととか事件とかを手がかりとして法廷に出す手がかりノートみたいなものだって言いたいんじゃないか。 I never would have thought of using it in this way. まずは中を確認してみようぜ。自分の思い出を整理するつもりでさ。君たちは歌劇場で初めて対決に参加して法廷で水神に勝った。こんなに喜ばしいことはちゃんと記念しなくちゃね。 Holy hell, ini banyak. Ada si Anne juga. 私もずっと追いかけてきた懸案が君たちのおかげで解決するとは思わなかったわ。これも縁ってやつかしら。ヌビレット様のご意見と有識の結論が食い違ったのは初めてよ。この件については水神でさえわけがわからないみたいね。ファトゥス、彼女は本当に非凡な人物だと思うわ。あの方の判断なら価値があるかもね。メロピデ要塞が危うく破壊されるところだったっていうのに、リアルタイムでその様子を記録できなかったことは私の記者人生で一番の心残りになるかも。ヌビレット様のお話では、あの時は講師もクジラもまだ原始大会にいたそうよ。ナビア、私は大切な友達を失うところだったのね。今考えただけでも本当にゾッとする。魔女とかそういう存在の言葉ってきっと何かが起きた時に初めてその本当の意味がわかるんでしょうね。え？そのエフィザスダリアワエクエヴァ。席に着いたな。それでは審判を始めよう。煩雑な前置きは省くとしよう、ヌビレット。さっさと罪状を羅列するところまで進めてくれ。僕は裁判にかけられる側、つまり今日の主役でもあるというのに、未だにどんな名目で裁かれるのか分かっていないんだ。先に言っておくが、凡人が神のやり方を理解できないのは仕方のないことだ。だがそれは神に罪を言い渡す理由にはならない。そう、今日の議題は What? 神である君が何をしたか何をしなかったかってことじゃない。おごやんおもん。審判する理由は君が神なんかじゃないから。そうでしょフリーナ。待てよ、今何つった？フリーナ様が神じゃないだって？え、水神の職務怠慢を訴えるわけじゃなかったの？にしても今の告発本気？OK? 告発を承認する。フリーナ被告、原告の告発内容を認めるか？お、よっぽどなんぼうか。フリーナ被告、認めない。もちろん認めないさ。僕、フォカロルス、フリーナ・ドゥ・フォンテーヌは属性の七執政の一人。あらゆる水、あらゆる土地、あらゆる民と法律の女王、疑いようもない正真正銘の神だ。そうですよね、確かにフリーナ様は変わった性格ですけど、神じゃないだなんていうのはさすがに。疑ったこともなかったわ。
ただやるべき仕事をしてないって文句を言いたかっただけなのに、あの人どうしてあんな告発を。この場にいる皆の目に狂いはないみたいだよ。多くの人々は生まれた瞬間から僕が神であることを常識だと思っているようだ。きっと僕の味方をしてくれるだろう。見るといい、有識も当たり前のように僕の方へと傾いてくれている。勝算のない勝負に本気で挑むというのかい。今告発を撤回するなら、僕は正義の神の名において約束しよう。君を武国の罪には問わず、今日ここで起きた全ては皆を喜ばせる茶番だったことにするとね。どうだい。私たちが圧倒的に不利な状況から始まっちゃったわけね。フリーナを任すだけじゃなく、フォンテーヌの民衆の常識まで覆さなくちゃいけないなんて。 The people only see you as their acorn. そうか、勧告は余計だったね。ならば今度は僕が質問する番だ。もし僕が神ではなかったら、僕は何者なのだろう。少なくとも500年もの間、神倉に座っていたこの僕の命を支えてきたものは何だったというんだい。 I have got to think carefully. But do we know to be special about Furina exactly? At this again, Oh iya ya, si Knife kan pernah bilang curse ya. Maju, omae wa choumei shu de, jumyou ga motomoto nagai shu da tte kanouseiga aru. Sou ja naku tatte, hoka ni mo jumyou wo nobasu houhou wa aru hazu da. That's as a curse. Chi, ittai dare ni sonna koto wo fukikomareta ndai? Meshitsukai ka? Boku ni omae wo kise ru tame ni ファトスの言葉まで借りたというのかい。 What's the matter? Is the veracity of the claim? 呪い。神の気配は呪いに似ていると常々思っていたが、今思い返すが、神とは関係のない単なる呪いの気配だったのか。やっぱりルビレットも気づいてたのか。 Instead of Arcot,Will you just be a cursed human? フリーナ様がただの人間？人と神、確かに見た目だけでは分かりませんからね。そういう可能性もあるでしょう。まだ喜ぶには早いよ。たとえ僕が呪われた身だとしても、だからといって必ずしも人間だということにはならないだろう。それに人と神の最大の差は権能にある。神は人間にはできないことができる。だから神と呼ばれているのさ。このフォンテーヌの地には数百年の間に僕が成し遂げた神の技が数多く存在している。例えば今君たちが目にしているこのユシサイテイカーディナルや、皆の日常生活に欠かせない立証混合エネルギーだ。 Wait, that one trial proved the opposite. Brina actually has no control over the aura tries at all. What evidence proved that Brina is not the master of aura tries? Till the context.でもタルタリアが理由もなく有罪って判決を出されちゃったことについては、お前だって詳しく理解してないんだろ。本当にユシキの主なんだったら、今になってもまともな理由を出せないなんておかしいだろ。そのことについてはすでに明確な答えを出したはずだ。神の決断というのはもともと凡人が理解できるようなものなどではなく、まして説明する必要もない。
待ちたまえ、フリーナ被告。君が置かれているこの状況を今一度理解していただきたい。法廷では審判そのものが全てのものよりも優先されなければならない。神である前に君は本日の被告人なのだ。審判の規則に従い、己の把握する情報を正しく述べることができないのであれば、状況は君にとって非常に不利なものとなる可能性が高い。そんな口実を使うなんて。口実などではない、フリーナ被告。これはあらゆるものが尊重すべき法廷の規則だ。つまりタルタリアが有罪判決を受けた理由も、さらにユシ最低カーディナルの構造と原理すら実際お前は分かってないってことだな。お前が言ってた神の技だって実は本当の水神が成し遂げたことなんじゃないのか。本当の水神？そんなものいるわけがないだろう。僕は確かに孔子の件の理由を詳しくは把握していない。孔子の有罪判決は由式が一方的に下したものさ。あれは生み出されて以来ずっと独立して機能し続けてきたんだから。神の造物に欠陥があったからといって神までもまがいものだと言うなんて不合理にも程がある。まだ奇弁を言うのかよ。ユシキはフリーナのものじゃないって証拠をオイラたちが出せないって確信してるみたいだな。 But then, Miss Furina, could you give us a brief demonstration of your power as an Archon? 神の力だって？観客席に一般民衆がこれほどいる中で神の力なんてものをむやみに使えるわけ？必要ならば私が観客席に結界を張ろう。おお、ハハハハ。そこまでする必要が。 A brief demonstration of your power of a Hydra should be quite harmless. 僕は、その…水神のくせに、神の力どころか水元素力すら操れないのかよ。あ、立証混合エネルギーだ。そう、立証混合エネルギーのせいだ。神の力は信仰に由来するが、フォンテーヌの民たちの正義に対する信仰は全て僕が立証混合エネルギーに転換しているんだ。皆の暮らしにエネルギーを提供するため僕は神の力を全て放滴したんだ。さあ、僕よりも無視なる神など一体どこにいるというんだい。それはさすがに強引すぎない？そうだよ。どれほど神思いだとしても力が全部なくなるわけがないだろう。力を全く持たない神なんて果たして本当に神と呼べるのか。フリーナの説明じゃ民衆たちは認めてくれないみたいだぜ。そんな、みんなそんな疑いの目で僕を見ないでくれ。僕のことが好きだっただろう。僕は変わらずあのフリーナのままだよ。君たちは僕の味方になってくれるはずだよね。僕の味方に。この告発が本当だとしたら確かに重大な事件だ。私たちだけじゃないよ。私の親や死んだおじいちゃん、それよりもっともっと昔の人たちまでが全員フリーナ様に騙されてきたってことでしょ。やめてくれ、もううんざりだ。ならば言ってみるがいい。僕が神でないとすれば本物の水神はどこにいる？本物の水神が存在する証拠もなく、僕以外に水神だと名乗り出る者もいない以上、僕じゃなければ誰が水神だと言うんだい。こんな理屈があるなんて。どう反論すればいいんだ。フリーナのやつ本当に諦めが悪いな。
If we cannot prove that she is the Arco, we can try to prove that she is just a human. And if she only human, what evidence can you prove that Furina is human? Coba ingat-ingat baik-baik, apa yang terjadi? Apa karena pembunuhan juga ya? Kayaknya enggak deh, Linnae deh. Coba ya Linnae. Bukan, berarti kalau bukan Linnae, pembunuhan kali ya. フォンテーヌ人は原始大会の水に溶けちゃうっていうのは、もうみんなの常識だよな。まさか。あくまで自分は人じゃなくて神だって言い張るんなら、少なくともあんたがフォンテーヌ人じゃないって証明できる方法が一つあるよ。以降、法廷での発言は申請をしてからにしたまえ。たとえ旅人の相棒でも、 臨時代理人としての資格が不可欠だ。悪いね、審判官様。あんたの規則を破るのもこれで最後だって約束するからさ。実はボア村長から海水を少し持ってきたんだ。ボア村長で起きたあの災害のことはみんなも知ってると思う。たくさん、私の一番の親友たちもね。さてフリーナ様、 ボア村長のこの海水に触れる勇気はあるかしら。お前がディソルペグロサントヘア。理屈から言えば神であるあんたはこんな海水に触れたところで何の影響も受けないはず。それどころか身分を証明できる何よりの証拠を手に入れられるってわけ。逆に試す勇気もないならあんたの嘘は破綻するでしょ。 ただ一つだけ忠告するよ。これ以上人が海水に溶けるのなんかもう誰も見たくない。だから無謀な動きだけはやめなさい。自分の罪を認めた方がずっと楽だと思うよ。スピナディロースラのナビよ。スピナディロースラはボア村長をずっと管理してきたんだから、彼女なら確かに その資格はあるかも。もしもフリーナ様が人間なら、フォンテーヌ人の可能性が極めて高い。このまま罪を認めるのか。フリーナ被告、これはあくまで原告側の一方的な主張であり、 通常の審判における、プロセスには含まれない。断る権利は君にある。審判官様がそうおっしゃったところで、この実験を断れば自分は神じゃないって認めたも同然だろう。海水をじっと見つめるばかりで一言も発せられないとは。本当に怖がっていらっしゃるのだろうな。 ならば、やはりこの方は。どういうこと？フリーナってもしかして本当にこんな展開になるなんて想像してなかった。この思考の危険性を踏まえれば、フリーナ被告、従う必要など。 He actually... シグウィン殿は、え？至急シグウィン殿を呼んでくれ。シグウィン？シグウィン？ほら、緊張しないで、すぐ終わるから。誰誰、見せてちょうだいね。うん、もう大丈夫だよ。
이라 지구인 주가 나타나 시구인다노 検査 결과를 聞かせてもらおう. 고란노토리 프리나산의 피부의 상태와 息切れの 症状から 판단すると 彼女は 原始大会の 水による 影響を 受けてると思うのよ. 노노도의 大会の 水に 接触した 普通の 人間と 一緒くらいね. 우셋다. 감사する, 시그윈도노. さて, フリーナ被告も 元の 位置に 戻ってくれたまえ. どういうことだ? 今なんて言った? 僕は 大会の 水に 溶けなかったぞ. これでも 証明にならないと。 最初は確かに ボア村長近くの海水をそのまま使おうとした。 なぜならあんたはきっと今までのように 逃げる選択をするってみんな予測してたからね。 でもみんなで話し合った結果、 やっぱり低濃度の 人間を直接溶かすことはできない水に置き換えることにしたの。 だって万が一予想外の状況があったらって考えたら、 人が大海の水に溶ける光景なんて もう誰も見たくないもの。 だから低濃度の海水を使って看護師長にも検査してもらえるようにしたんだな。 gila kena skamak lo. その方向で決めておいてくれてよかったぜ。 じゃないとフリーナのやつ 今頃きっと。 そんな、 まさか。 Gila dia outplay loh. But what's really going on here? Furina cannot have known the consequences of touching that water as human. This is too unlike how she usually act. Unless it's actually more important for her to keep her facade than to save her own life. But, had she given up everything a long time ago? 聞いて! ねえ、 聞いてよ! これ以上、 そんな冷たい目で僕を見ないで! 今のはなしだ! 神であれば、 原始大海の水の影響を受けないなんて、 君たちにだって証明できないことだろ? それにだ! もし僕が本当にただの人間だとしたら、 あの海水に手を差し込む勇気なんかあるわけないじゃないか。 僕の話を聞いてくれ。 頼むから聞いてくれよ。 僕は本当に神なんだ。 これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。この状況じゃフリーナが何を言っても無駄だよな。どうやら結論は出たようだ。異議がなければ判決に入る。 Kita nggak terlalu over banget kan ini ngejudge dia kayak terasa terbully gitu jadinya. 最高審判官の名において判決を下す。フリーナは人でありながら神を装い民衆を欺いた。 유죄다. 아, 이다.
Tunggu. Ini pose yang sama di slide-nya itu. Yushi Saitei Cardinal ni 最終判決を下してもらう。Pose yang sama itu. Itu be, itu aneh. Ini menang tapi aneh sih.ユシ裁定カーディナルの審判結果によると判決は、なんてグッディ？どうしたんだ？判決は？ケナビ？いや、ユシキによる判決も同じく有罪だ。お？だったらいいじゃないか。ただその内容はこうだ。水人有罪。What？ 死刑。は？死刑だって。トング。死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばかり。ディアビラン？史上ハイドロアルコン？私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて、これ以上ドラマチックなことがあるか？ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて。審判でちょっとびっくりさせてから真相を聞き出そうとしただけだったのに、なんでいきなり死刑判決なんて出るんだよ。タピカン、キタモブ。この判決は確かに妙だ。ディアブカンチアルコンね。今までのコンテーヌの正義に対する定義や審判の基準から考えれば、私が彼女の罪は果たして死刑レベルに達するものだろう。連続少女失踪事件の黒幕だった馬車にさえ死刑の判決は出なかったんだ。 Instead of Furina, the oratres rendered judgment on a hydro arc. いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判のテーマはフリーナ殿が水人ではないことを証明することだった。ブシャッダゴムリンディティブディバー。ユシキはあえて水人という呼び名で判決を下していたが、これは一体何を意味しているのだろうか。いや、アネシ。そのごめん邪魔して悪いけど、審判の進捗はどうかな。フレミネ、やっと来てくれたか。任務を見事クリアしたみたいだね。うん、お父様の任務は最優先事項だから。これって予言の石板か？ What？ まさかこれが失われた一つ目の予言の石板なのか？Gimana ceritanya ada slide yang pertama？召使いが裏でフレミネに石板を探させてたんだな。あちこちずっと探してようやく海底で見つけたんだ。危険な水域を避けるのにもだいぶ時間がかかって。あれ、ちょっと待って、あなたたちの方の審判はもう終わっちゃったの？じゃあ僕は遅かったってこと？いけない、お父様を失望させちゃう。 Don't worry, the mystery hasn't been resolved yet. ご苦労だったフレミネ殿。石板を見せてもらえるかな。うん。旅人、君も他の石板を目にしたことがあるだろう。一緒に確認してみてくれ。これって何が書かれてるんだ？ This looks like the previous arc Hydro Archon releasing her divine power. なるほど。これで私も水人の罪について把握できたと思う。フォンテーヌの失われた歴史に関わってくることだ。どんご、
semua orang di Fonte itu Oceanid. Are? 水人の罪って民衆を騙して、いや違う、それはフリーナの罪だもんな。あいつが水人じゃないってことはすでにオイラたちが証明したし、つまりお前の言う水人ってまさかフォンテーヌの本当の水人のことか。実際この4つの石板に書かれている内容は、君たちがフォンテーヌに来てから経験したことと多かれ少なかれ関係があるはずだ。今の君にどこまで理解できるかはわからないが、 An association between the content of the state and the event in the real life。 そうだな。他の石板には何が書いてあったんだっけ。オイラも一緒に思い出すぜ。 I got gagaraHydro Akut sebelumnya itu ubah Oceanid jadi orang. Heavenly Principle-nya murka. Ketika dia murka, semua orang yang udah dia jadiin manusia itu akan jadi laut. Dan setelah itu, Furina akan sendiri di atas. Itu masuk akal sih.Nanti saja. Oke. Okay. Oh. 一つ目の石板だ。さっきお前が言ってた通り、昔の水神が神の力を使って純粋精霊を人に変えてる場面っぽいな。どう、betul kan? Oceanid jadi orang? つまり。フォンテーヌ人はもともと純粋精霊だったってことか。びっくりだよな。もしかしてその力って逆方向にも働いたりするのかな。二つ目の石板だ。空に浮かぶ天空の島に向かって水神と民がひざまずいてるみたいだけど、それでも結局天空の島は彼らに罰を下したみたいだな。これは水神とフォンテーヌの民が原罪を与えられた時のことだろうな。ってことは原罪とさっき言ってた水神の罪って同じものなのかな。三つ目の石板だ。水神が海に沈んでその周りをたくさんの人たちが囲んでるな。海に沈むって言えば、オイラたちは目の前で人が海に沈むのを見たんだよな。四つ目の石板だぞ。フォンテーヌの奴らがみんな噂してるあの予言だな。人々が海に溶け水神がカムクラで泣いてるとかって予言だ。そんな世界の終わりみたいな厄災が本当に起こるのかって、最初はオイラたちも半信半疑だったけど、あの一件以来それが現実になるのは時間の問題だろうなって気づいたんだ。はい、でっと。連続少女失踪事件の真相からフォンテーヌ人は原始大海の水に溶けることが分かった。でも一つ目の石板に書かれた絵を見る限り、その昔水神の神の力によって純粋精霊は人間となった。フォンテーヌ人が溶ける理由はそれなのかも。え？Ini berarti ini sih. Ya, ini. 目の前の出来事は
今までの歴史上でも起こったことがあることなのかも。ヌビレットが言ってた水神の本当の罪、そして石板の絵にある天空の島が水神とフォンテーヌ人に下した原罪。Kalau nggak salah, kan? Apa ya? Kan? Ini agak susah sih. Episode ketiga ini. Story of the future. Orang di sini. Terus Hydro Archon satu. Terus the city is surrounded by many people. Di yang kejadian Navia ya, melihat semua orang yang di udah dissolve itu ya. 海に落ちるなんて簡単な話じゃない。ナビアが海に落ちた後、意識の中では審判が行われてた。石板の絵では海の中にいる水神を人々が囲ってた。それも似たような出来事を象徴してるってこと。Yang keempat ini. So in that basically identical to the up in the but at then until we eventually be dissolved in.He and the Hydro Archon will sit alone on the ship. Berarti kejadian itu kayak ini. Ya. 石板に書かれた予言はとっくに巷に広まってるけど、当初は信じる人も少なかった。メロピデ要塞の大海が噴出したことと、フォンテーヌ人が大海の水に溶けるっていう事実。予言が実現する可能性はかなり高まってきてる。もしあの時すぐに対処してなかったらどうなってたか想像もつかない。人は原始大海の水で溶けるけど、その後は消えるわけじゃなくて、大海の流れによって集まって純粋精霊に戻る。法廷では水神に死刑の判決が下されて、みんな驚いたよな。もうやっぱり水神の罪はフォンテーヌの原罪なのか。ナビアのやつは遺跡で足を踏み外して海に落ちた時、危うく溶けるところだったんだ。ナビアは意識の中の法廷でポア村長の人たちに囲まれて、あそこに引き止めるための裁判にかけられちゃってたんだよな。メロピデ要塞の原始大海噴出災害は予言が間もなく本当になるってことの一番わかりやすい証拠だった。やっぱりきっと近いうちに現実になっちゃうんだろうな。予言の石板に書かれてることは最近起きた一連のことでもう証明されちゃってるぞ。いろいろ結びつけて推理したら、いろんな真相がわかるかもな。Oh, jadi ini kayak siklus yang terjadi di Archon sebelumnya juga ya. Gila, itu gua gak nyangka kok mengerti dari maksud dari profesi. なるほどな。お前の言いたいことは分かったぜ。そういう風に解釈するんだな。もしそれが正しいなら、オイラたちはとんでもない結論を出してしまいそうだぜ。言ってみるといい。Yes, containers are not real humans. お兄ちゃん。あっちはなんだかとんでもない話になってるみたい。僕たちが本当の人間じゃない。
すべてのフォンテーヌ人はかつての水神が純粋精霊を元に作ったものなんだ。その証拠にフォンテーヌ人だけが原始大海に溶けちゃうだろう。それに失踪した少女たちも純粋精霊の姿になってた。そうだ、それにナビアも言ってたぜ。溶けちゃいそうな時に夢、つまりあいつの意識の中で行われてた審判ではみんなが純粋精霊になってたって。ああ、 The crime of the Hydro Archon was her creation of mountains from oceans。 そうだな、一つ目の石板の延長線ってことから考えると、きっとまさに勝手に人間を作ったってことが天空の島の怒りに触れたんだ。ってことは湯式の水神に対する有罪判決も水神がフォンテーヌ人を創造した罪を指してるのかもな。水神の本当の罪は私たちを作ったこと。ギラギラ。そして本日の歌劇場ではフォンテーヌ人が水神を審判しようとしている。歴史こそ最もドラマチックなものなのかもしれないな。 As for the turtle。 うんうん、この絵はナビアが海に落ちた時の状況と結構似てるしな。多分だけど4つ目の石板にある予言が起こった後に水神も海に沈んでいったって様子を描いてるんじゃないか。 The fulfillment of the prophecy is already widely known。 人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。おいら、ちゃんと暗記できてるよな。なかなかの推理力だ。現時点で把握できている情報からそれほどまでの推測を立てられるとは実に見事だ。しかしこれらの石板には肉眼で見える情報以外にもとあるエネルギーによって刻まれている隠し情報がある。遺跡でもその情報を読み取れるかどうか試してみたのだが、一つ目の石板が欠けていたせいで完全な情報を解読することはできなかった。すべての石板が揃った今もう一度読み取ってみることとしよう。うまくいけばじきに真相は明らかになるだろう。この真相はフォンテーヌの民にも知る権利があるだろう。私から説明させてもらう。フォンテーヌ人の起源と水神の罪について君の推理は全く正しい。全てはフォンテーヌのかつての水神が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。Itu familiarnya ya, familiarnya si Hydro Archon terdahulu。 純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。人間になることが純粋精霊たちの願望だったのだ。しかし水は生命と深く関係しているとはいえ、属性の七姿勢としての水神は人を想像できるほどの権能などは持っていなかった。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って原始大海の水を体内に包み込み疑似的人類を作り出したのだ。そんなフォンテーヌ人が
再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。つまり形態は溶解して純粋精霊の姿に戻る。無論水神の人を創造するという行為は天理からの許可を得たものではなく、故に水神やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源だ。あなたも、私も、私たちは全員純粋精霊からできた人間ってこと？情報量が多すぎる。審判官様の話は一旦忘れよう。そういうことなら水神に死刑判決が下されちゃいかんだろう。あの方は俺たちの創造主なんだぞ。確かにフォンテーヌ人にとっては衝撃的すぎる話だよな。でもいろんな疑問に対する答えも出たな。三つ目の石板への推測に関しては正しくなかった。順番間違いなどではなかったからな。 What? So they are in the right order? 肝心なのは石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり純粋精霊ではないというところだ。人々は溶解していない。つまり絵にある水は原始大海の水ではない。お、僕はプレモティだね。正義と審判の国であるこのフォンテーヌは同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナビア殿の経験も含めて考えよう。海に落ちた時、意識の中でナビア殿は人々に囲まれとある審判にかけられていた。つまり三つ目の石板に書かれていたものは、人々が法廷で水神の罪を審判する場面だ。 Cannot be. そう、まさに今この瞬間に起きていることだな。あんたたちの言いたいことは分かった。予言通りのことが起きるのを避けるためにこの審判を計画したはずなのに、私たちは実際一歩ずつ予言通りに進み続けて、自らそれを実現しようとしてるってことね。bentar lagi udah mau keempat dong。どうしよう。It feel like there is no way out。予言は必ず現実となる。これが運命から逃げられない感覚か。そういうことなら四つ目の石板にあることも。もうすぐ実現しちゃうんじゃないのか。旅人、君の推理には実はもう一つ小さな誤りがあった。ん？これもセブレンで。四つ目の石板に関して、君はメロピレ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。だが私は、あの噴出は証明などではなく、ほんの兆しに過ぎないと考えている。Something was worse. マザワイを導く本当の根源を君はもう目にしたことがあるはずだ。I have? Wait, could it be? That's it? Oh, that's it. Oh, but it's... 今回の噴出災害はかすかな兆候に過ぎない。災難をもたらした元凶を探さねば。おいや、ドゥエリア。夢であり、また現実でもある。元凶の可能性があるやつなんて、大会の中のあいつ以外にいないだろ。
Tapi itu Wellnya di mana ya? Shinso, genzai, shinpan, sore kara wazawai no kongen. Kok warna gini? Wait, oratrice ya? Oratrice ya? Pecah kah? Oh, really? It's happening? Oh my god, itu besar anjir. Buset, retak loh. Oh, masih hidup. Dibalik lagi. Oh, dia mau makan buat restore powernya ya. Gila, sampai sekarang loh cerita. I did wager that it's also the one that Chita saw when he was young. Yatto yatsu to kao o awaseru koto ga dekita ra. Yatsu ga koko ni arawareta ryū nara jūbun shōji shite iru. Yeah, itu pause-nya itu berarti ini mau jatuhin hukuman untuk semua Oceanity content ya. Dia mesti makan semuanya berarti. Ano kujira wa Teiwatto ni zokusanai. Namida o nagashi nagara hoshi-boshi o ōrai suru bakemono da. Bilang tu deh. Apa gua salah kah? Yatsu wa kono hoshi no taikai energi o musabori nomikonde dondon ookiku natte iru. Oh. Kore ga kaimen joushou no omona geiin da. Oh, beda. Itu berarti monster di luar dari Teva, bukan hubungannya sama premodesi. Oke. Okay. Dia yang makan power of planet premodesi. Danga taikai no energi mo やがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ。水神がフォンテーヌ人を創造したとき、その血管に原始大海の水を封じたと。He filled their blood vessel with the prim. What? うむ。フォンテーヌ人の血液は、あのクジラにとって大きな魅力を放つものなわけだ。あかんなん、わてやるばね。だから奴が大会を離れた後は、大勢の民衆が集まる歌劇場が、おのずと最優先の目標になった。おぶっとるんじじまかな。さっきのって、あいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復したらまた陸地に上がって、フォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの？ああ。むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのも、あのファデュイの執行官のおかげだろう。ナイスジャブ、ジルデ。疲れ具合から見るに、クジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。戦闘鏡のタルタリアが、あのクジラと腐れ縁があったことが、まさかこんな時に役に立つなんてな。どうもせずに頑張ってんだよ。そういや、クジラこそが予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。なんとかしてあいつを倒せたら予言の実現を止められるんじゃないのか。もう間に合わない。 What do you mean? 私の知らない間に奴はこの星の大海の力をあまりに多く吸収してしまった。もはや
星の大会そのものと一体化してしまいそうなところまで来ている。おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなお、あのクジラは生き続け、他の世界を泳ぐことだろう。私は認めないよ。やれることは全部やった。元凶まで目の前に現れたのに。そんな時にこの相手にはそもそも勝てっこないだなんて、ずるすぎるでしょ。盛大な開演にこういうフィナーレはふさわしくないと思うな。ギブアップ。何があっても最後まで戦う覚悟だ。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。kecuali kalau kita bisa ubah jalur ya. Ingat kata Magien. 予言は当たるは必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。 After everything, it still turned out like this. We couldn't fight against fate.Wait, but if this is all about fate. 一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある。テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。Would it be that even if the prophecy will be fulfilled, there will still be a way to save everyone? I miss something. Wait, I forgot about Fury now.What was in that you want to say to me at the last moment? The giant magic box. What is her real secret? What? Tunggu, jangan bilang ini mesinnya ya. This is data. 死刑執行の時間だろ。君に聞くことが。What? Siapa itu? Itu Furina?Putih.